はじめまして、オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋若菜です。私の自己紹介を兼ねて、オンラインレッスンをどのように始めたのか、きっかけをですね、私の人生をちょっと今までの人生を振り返りながら、こちらの動画で、お話ししたいと思います。今ですね、メルマガに登録していただけますと、オンラインレッスン入門講座と題しまして、無料で3つの動画をプレゼントしておりますので、概要欄の方にですねリンクがありますので、ぜひご登録ください。また LINE の方でもオンラインレッスンに役立つ、プレゼントをご用意しています。そちらに、友達追加していただけますと、プレゼントさせていただいてますので、ぜひご登録ください。そちらも下の概要欄の方に、リンクが貼っています。オンラインレッスンについての質問も募集しておりますので、ぜひそちらに、お送りください。YouTube のチャンネル登録もお願いしますね。ではですね、早速、私のストーリーについてお話ししたいと思うんですけれども、今ピアノの先生、教える仕事をしている人たちにですね、オンラインレッスン、そしてね、教室についてのコンサルをさせていただいているんですけれども、私自身ピアノ教室を経営していて、ピアニストでもあります。私がですね、ピアノを始めたのは、3歳でした。3歳の頃からね、ピアノを始めまして、で、習い事としてねずっと続けてたわけなんですけれども、中学生の頃に、地元にあった高校でですね、音楽を専門に学べる高校があったんですね。で、そこを、受験しようかと迷った時に、今まで長く続けてきたピアノを、極めてみたいという思いが強くなって、そこで、ピアノの、ね、道を志したいと、思い始めました。で、高校受験で、音楽を専門に学べる高校に進みまして、そこで、音楽の、ね、道を志す、仲間と出会いましたし、音楽専門に学べるのでね、すごくとてもそういう音楽専門で学べるような環境が整ってた学校で、本当に充実していたんですけれども、だんだんとですね、曲が、課題曲が難しくなっていくわけなんですよね。で、その曲が難しくなっていくとともにですね、弾き方に悩むようになりました。練習すればするほど特にテクニック的にね難しいところなんかは、全然弾けるようにならない。そしてですね、腕や肩が痛くなる、脱力ができていなかったわけなんですよね。で、そこでですね、私はずっと間違った弾き方で、弾いていたんだっていうことに気づいたんです。で、練習すればするほど手や、ね、体が痛くなるし、で、手や体が痛くなるので長時間の練習ができないんですよね。で、その当時ついていた先生はすごく、ね、熱心にね、こうしてみたらああしてみたらってすごくいろんなことを試しながら熱心に指導していただいたんですけれども、なかなか良くならなくてですね、で、こんな曲あんな曲が弾きたいっていうふうに思うんですけれども、弾ける曲がもう決まってしまうというか、間違った弾き方してたのでですね、難しい曲に挑戦できなかったんですよね。で、曲を選ぶのもこの曲は脱力してないと弾けないわよって言われたりとかして、で、ピアニストに、ね、なりたいという、ね、思いを、高校に入って、さらに、強めたわけなんですが、
そんなこともあってですね、私は、もうピアニストになれないんじゃないかっていうね、不安がどん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 大きくなりまして、で、まあそんな感じでですね、まあ高校3年間を過ごしたんですよね。でまたですね、私が、高校の時に、地元で大きな国際ピアノコンクールがありまして、で世界のピアニストたちのね、若手ピアニストたちの演奏を聴ける機会があったんですね。でそこでまあ日本のね、ピアニストたちと、ヨーロッパから来る、特にヨーロッパから、来る、若手ピアニストたちの、ね、演奏を比べた時に、ものすごくその表現力が、違かったわけなんですよね。でそこでまあ考えた時に、あ、そっか、私が学んでいるクラシック音楽っていうのは日本初ではなくて、本場はヨーロッパなんだっていうことに気づいたんですよね。でまあそこでね、ピアノ国際コンクールで聴く演奏がもう本当に感動的で、ピアノってこんなに表現できるものなんだって、まあピアノの演奏を聴いてね、本当にすごい鳥肌が、初めてね、そんな鳥肌が立った体験をね、したんです。でそこでまあ私は弾き方にも悩んでましたし、で、音楽大学をね、どこにしようかと、まあ、受験をね、しようかと考えた時にですね、まあ、外でね、本場ヨーロッパで、音楽を学びたいと思いました。で、まあ、ピアノ国際、国際ピアノコンクールで、そういった、ヨーロッパからのピアニストたちの演奏を聴く機会もあったし、そして私が弾き方に悩んでいたので、まあ、本場ね、ヨーロッパの先生に習って、これでなんかもうこの弾き方は治らないから、ピアニストは諦めた方がいいわよっていうふうに言われたら、もしそんなこと言われたら諦めようみたいなね、とにかく本場に行って学びたいと思ってですね、18歳で、日本を飛び出していきました。で行った国はですね、クロアチアという国なんですけれども、まあクロアチアはですね、400万人という小さな国で、まあ、ヨーロッパの中でも東欧と言われる東ヨーロッパに位置する、国です。でそこでですね、なんと人生の恩師と言える、方に出会うことができました。でその、恩師はですね、作曲家のフランツ・リストから、奏法を、代々継承している方だったんですね。で、まあ、初めてのレッスン、まあ、そんなねすごい方が、そこの音楽院にいるとは知らずにね、行ったんですが、まあ、そこで本当にだから運命的だったなと、今思い返しても思うんですが、でその先生のレッスンを受けることになりまして、でもう、まあ、ドキドキですよね。で、まあ、本当に弾き方に悩んでいたので、私のね、演奏を聴いて、でこれで、うちの門下生になれないわよ、こんな弾き方じゃっていうふうにね言われたらどうしようなんて思っていたんですが、その奏法をね、の教え方が本当にすごかったんですよ。何かというと、指のねどこの部分で弾くのか、鍵盤のどこの部分を弾くのか、腕の筋肉、どこの筋肉を使うのかっていうふうに、もうまるでね、私が本当に今日ピアノを始める子供のに教えるかのようにですね、すごく丁寧に、手の形だったりとかを教えて、もらいました。でその、まあ、弾き方、練習方法をですね試したら、本当にすぐにですね、変化を感じることができたんですね。で1週間も経たないうちに音色が変わったのが分かったし、本当に、楽な弾き方、練習すればするほど上達するっていうのが、実感できることができたんですね。でそこで私もしかしたらピアニストになれるかもっていうふうに、
また思えた瞬間だったんです。でそこでですね、私が本当に思ったのが、この先生にもっと早く出会いたかったっていうことなんですね。で、まあ、その当時ね、もちろんオンラインレッスンっていうものがなかったですから、もしあったらね、絶対にその先生のレッスンを、まあ、日本からね、今、まあ、インターネットは、世界のどこにいてもですね、つないでくれるものなので、その先生の絶対にオンラインレッスン受けてたなと、今では本当に思います、うん、で、まあ、そこで、その奏法をね、私も受け継いで、研鑽を継いで、で、夢であったね、ピアニストになることができました。でヨーロッパでは11年、研鑽を積みまして、でまた音楽活動 をしました。で、11年の、そのクロアチア生活を終えてですね、日本に帰ってきました。で、まあ、日本にね帰ってきた、一番の理由としては、向こうでねその恩師から継承した奏法を日本で伝えていきたい。日本ではですね、この奏法は、2人しか受け継いでいない奏法なんですね。なのでこの奏法の継承者を育てていきたい、そして次世代のですねピアニストたちを育てていきたいと、強い思いでですね、私は帰国しました。本当にもう意気込んで強い思いで帰国して、ピアノ教室をですね、開業しました。で、まあ、このね素晴らしい奏法を、この素晴らしい奏法をよりね早く多くの人に伝えなければみたいな感じで、まあ、ちょっと今思えば焦りもあったのかななんていうのもね思うんですけれども、ピアノ教室をですね開業するんですが、なかなかですね生徒さんが集まらなかったんですね。でそして私はですね大きな間違いを犯していました。その大きな間違いとはですね、まあ大きな間違いというか大きな勘違いをしていました。それはですね早く生徒さんを集めたかったばっかりに、そのこの地域で、一番安い価格に設定したんですね。なぜかというと、安ければ多くの人が、買うだろう、まあ、安ければね早く生徒さんが集まるだろうと思っていたわけです。で、そうやってね地域で一番安い価格に設定したにもかかわらず、全然生徒さんが集まらなかったわけなんです。で、まあ、体験レッスンに来てくれるようになってもですね入会になかなかつながりませんでした。で、まあ、またね入会しても、そのね一番安い価格でやっていましたから全然収入にならないんですね。で、まあ、本当に苦しくなるばかりで、でまたですね、まあ、本当それで生計が立てられないので、11年のねそのヨーロッパでの研鑽と活動を終えて帰って、来たんですが、全然関係のないね音楽と関係のないアルバイトをしなければならないくなってしまったんですね。本当にその時はですねもう辛くて辛くて、私はピアノの道を、選んだっていうことは間違いだったんじゃないかっていうふうにねそこまで思いました。でですね、まあそんなね辛くて苦しい時期があって、で私は気づいたんですね。まあ、どんなにねいい商品、いい指導法、いいものを持っていたとしても、ビジネスを学ばなければいけないんだっていうところに気づいたんですね。でそこで私はですね、ビジネスを学ぶことにしたんです。でビジネスを学ぶことによって集客の仕方、そして情報発信の仕方を、改善していきました。でそしたらですね、
まあ、生徒さんが入るようになって、またですね、私のことを求めている生徒さん、私の価値を理解して求めている生徒さんたちに、出会うことができました。で、今はですね、相場より高い価格の月謝で、満室のお教室を、経営することができています。で、そこで、まあ、情報発信をしていてですね、私の、YouTube 動画、レッスン動画を、見た方から、海外の方から、若菜先生に習いたいというふうに、ご相談を受けまして、オンラインレッスンをすることができたんですね。で、皆さんも、これを見ている方はですね、何か教える仕事をしている人、またはね、ピアノの先生だと思うんですけれども、それぞれ先生の価値、先生にしかない価値をお持ちだと思うんですね。で、今はオンラインレッスンというものがあるので、近くに先生の価値を、ね、理解して、求めている生徒さんがいないかったとしても、オンラインレッスンでですね、まあ、遥かね、遠くどこかに住んでいる人、がもし先生のようなね、人を探していたら、求めていたら、その人に、オンラインレッスンを通じて教えることができるんですね。それがですね、オンラインレッスンの素晴らしさじゃないかなと思っています。はい、ではですね、まあ、今日、私のね、自己紹介、そしてね、ストーリーだったんですけれども、いかがだったでしょうか。 YouTube 動画ご覧にいただきましてありがとうございます。まあ、詳しくですね、まあ、メルマガに登録していただけますと、よりもっと深い内容の、オンラインレッスンについてのね、3つの動画を今プレゼントさせていただいていますので、ぜひ概要欄からですね、まあ、メルマガの登録、そして LINE アットでもね、また、オンラインレッスンに役立つプレゼントをしていますので、ぜひ、概要欄からお友達登録してください。そしてチャンネル登録の方もお願いします。はい、ありがとうございました。